Hey guys, welcome back to Valkyria Chronicles 4. So, we have just completed the mission in Chapter 2, and we're now going to continue on with the storyline. あん時のマイルズの面ったら、あの距離に着弾したらそりゃ腰も抜けますよ。ラズ、マイルズ、調整用のパーツをもらいに行く。あ？そんなのお前一人で。ほら、ラズさん、行きますよ。どうしたんだ、みんな。ちょうどいいわ。二人で話がしたかったから。レイリー。座っていい？ああ、もちろん。7月15日。今年も、もうすぐね。星の子祭りの夜、ハーフェンの街中の子供たちが大騒ぎした。夕暮れと同時に時計塔を駆け上がって、5番目までに着いた子が鐘を一度ずつ鳴らす。鐘を鳴らした子は星の子メダルをもらって、それから1年胸につけることを許される。君は毎年メダルを誇らしげに胸に光らせて、僕にはそれが眩しかった。大好きだったもの、あのお祭りが。絶対に負けたくなかった。だからきっと気づいてくれると思った。バカね、忘れてるかもしれないのに。忘れない。君はあの頃の思い出を絶対に忘れたりしないよ。信じてるのね。私は自分の意地で逃げなかっただけ。弱虫クロードがあの局面を打開するなんて全く信じていなかった。だけどあなたはやってのけた。移動願いは取り下げたわ。もう少しだけ猶予をあげる。本当に弱虫じゃなくなったか確かめる責任が私にはあるから。そしてあなたには証明する責任が。ね、改めてよろしく、レイ。行こう、レイリー。町が燃えてる。どうして？あの町は連邦が接収したはずでしょ。帝国軍の仕業だ。奴ら我々に利用されまいとして町に火を。撤退したと見せかけて工作部隊が潜伏してたんだ。なんてこと。一般人だってまだいたんだぞ。通信兵も作業中だったはずよ。みんな逃げられたの。奴ら焼夷剤をまいたようなんです。火の回りが早く、ほとんどのものは。そんな。レリー、しっかりしろ。火が、また火が。いや、お父さん。
っかりしろ。あれは僕らの故郷じゃない。君のお父さんはあそこにはいない。レイリー、談笑異正体始動。Alright, so yeah, this is probably going to be cutscene kind of story episode, I guess. Let's just quickly save. なんだよ、また書き物してんのか？ラズ、終戦後には分断デビューか。ベストセラー作家になったら一杯おごるよ。人に読ませられるようなものじゃないよ。自分の日記みたいなものだから。戦場で日記？そんなの何の役に立つんだよ。作戦とかいろいろと忘れないための記録さ。頭の中の整理にもなるしね。まあこれはあの人の受け売りだけど。どうだい、ラズもやってみたら。冗談。確かに君には必要ないか。なんか今の言い方に含みを感じるぞ。俺だって字くらい読めるし書けるからな。分かってるよ。整理が必要なほど難しく考えないってことさ。こんな調子に乗んなよ、クソ優等生。ねえ、あの二人いつもあんな感じなの？心配無用です。じゃれてるだけですから、喧嘩には。ってデイリーさんは知ってますよね。いいですよね、同郷の親友と同じ舞台で戦えるなんて。同郷の親友？ラズとクロードが？え？私たち小さい頃はよく一緒に遊んでたけど、いつからかラズは不良グループに入って、物心ついた頃には完全にいじめっ子といじめられっ子の関係。お世辞にも仲良しの友達って感じじゃなかったわ。ましてやラズがクロードの命令に従うなんて。ああ、なるほど。確かにそういう話は聞いたことがあります。だけど雨降って地固まるっていうか、訓練時代ちょっとした事件があったんですよ。事件？そうですね、あれは1年くらい前、1934年の5月のことです。これでようやくあの鬼教官ともおさらばだ。あの野郎、戦場で見かけたら後ろから撃ってやる。その怒りを帝国にぶつけてやれ、ラズ。来い。これからは演習じゃない、実戦で帝国と戦うことになるんだからな。けど少なくとも今日までの敵はあの教官だ。元服のボタンをかけ違えてただけで鉄拳制裁とマラソン40キロだぜ。わずかな気の緩みが戦場では命取りになるということだ。だけど俺の金製品が見つかった時は。ああ、あのとっておきのピンナップね。没収されたと思ったらお風呂になって戻ってきたんでしたっけ。大事なワイフが寝取られたってわけだ。マジで絶対に許さねえ、俺の天使ベティちゃんを。災難だったな、ザイヤ。それは
教官を恨むのも仕方ないか。で、次なる敵もとい、この E 小隊の隊長ってどんな方なんですかね。さあな、つまんねえやつなら追い出すだけさ。なぜ、もう訓練生じゃないんだ。上官命令は絶対だぞ。だけど、この俺様に命令すんだぞ。さっきの対戦のくたばり損ないや、家柄だけの青二歳なんてごめんだね。そうだ、カイ、いっそのことお前が隊長になっちまえよ。無茶を言うなよ、ラズ。俺は輝かしい羊も経歴もない。お前と同じ、貧民街出身のチンピラだ。誰がそんな男に戦場で己の命を預ける。何言ってんだよ。お前は誰より切れるし、射撃も度胸もピカイチだ。あの鬼教官でさえお前を殴ったことは一度だってなかった。お前を認めてた。いや、この小隊の隊長にこれ以上ふさわしい奴がいるか。今回着任する隊長は士官学校を首席で卒業した人物と聞いている。エリート揃いの士官学校を主席で、大した方じゃないですか。ひ、頭でっかちのお坊ちゃんか。一番イケスカネタイプだ。来たぞ、ラ。総員、敬礼。お出ましか。諸君ら E 小隊の指揮官を紹介する、クロード・ウォレス少尉だ。クロード・ウォレス。おいおい、まさかこんなところで再会すると。いやよろしく頼む、カイ、ラズ。弱虫クロード、てめえが指揮官だと。俺は絶対認めねえ。貴様、上官に向かってその口の利き方は何だ。け、弱虫野郎に弱虫って言って何が悪いってんだ。ラズ、やめろ。いや、やめねえぞ。俺はこんな奴の指揮官に入るのなんか真っ平だ。ラズ。よし、ならば今日の訓練は参加しなくていい。代わりにマラソン100キロだ。ああ、わかったよ。言ってやら。こいつの命令聞くよりはよっぽどマシだぜ。着任初日から前途多難だな。先輩。やあ、マイルズ。戦車教練でコンビを組んで以来だね。覚えていてくださって光栄です。僕なんて士官学校出でもない、ただの操縦士なのに。その後、士官学校を首席で卒業されたってすごいです。戦車教練で A プラスを取れたおかげさ。君には随分助けられた。滅相もありません。またお役に立てるよう頑張ります。俺にあいつの命令を聞けっていうのかよ。落ち着け、ラズ。軍では階級が全てだ。知っているだろう。俺が軍曹で奴が少尉か。それがどうした。射撃の腕も肉弾戦も俺の足元にも及ばねえもやし野郎だ。言ったはずだ。クロードは士官学校首席卒業だぞ。もう以前のクロードじゃないんだ。あの根性なしの何が変わったって言うんだよ。首席卒業だと。おい、クロード、てめえ俺はお前なんかの命令に従うためにきつい訓練に耐えてきたわけじゃねえ。俺たちは命を張って帝国とやり合おうってんだ。弱虫クロードなんぞの命令で死ねるかよ。
ここまで言われて何も言い返せねえとはな。何なんですかあの言いよう。先輩、ちゃんと言い返してくださいよ。戦車教練の模擬戦は負け知らず、砲術だって一番だった。先輩は僕の、いや僕だけじゃない、一緒に教練を受けたみんなの憧れです。断じて弱虫なんかじゃ。ラズの気持ちも分かってやってくれ。言動よりずっと繊細な男なんだ。カイさん、マイルズ、俺とラズ、それからクロードはハーフェンで共に育った幼馴染なんだ。子供の頃は身分や立場など考えもせず一緒に遊んでいてね。だが俺たちは生まれも育ちも貧民街、片やクロードは何不自由ない家の箱入り息子だ。世の中の仕組みが分かるにつれて、その差がラズの心を傷つけるようになって。ラズだって内心ではクロードとの再会を喜んでいるはずだ。ただすぐには納得できないこともある。俺からもよく言って聞かせるが。いや、カイ、僕にだってわか、こういうことは言葉で言って伝わるものじゃない。僕がこの隊の隊長なんだ。自分で何とかしなきゃ。方法を考えてみるよ。クロード、ああ、そうだな、それがいいだろう。あ、待ってくださいよ先輩。それから数日後、重大発表があると隊員が集められました。レンジャー家庭に挑むだ。レンジャー家庭って、あの陸軍一過酷な、あのレンジャー家庭ってそんなに大変なの？選び抜かれた兵士だけが得られる英雄的称号、それがレンジャーだ。レンジャー訓練の過程を終了すれば懸賞がもらえて、特別な任務にもつける。だけどその代わり、訓練はめちゃくちゃ厳しくて、脱走者や再起不能になる兵士も出るとか。精神面でも肉体面でも過酷を極める試練が課せられるって聞いたよ。僕はその試練遠慮しておきます。私は参加するよ。前から興味あったんだ。俺は金になるなら何でもやるぜ。私はどうしようかな。挑戦するのは招待全員だ。一人の落語者も出さず全員で合格する。はあ？クロード、本気か？ああ、もちろんだ。一度口にしたからにはやり抜く覚悟がある。無理に決まってるぜ。俺やカイはともかく他の連中にできるわけねえ。いや、みんなでクリアする。着任前に全員の経歴や訓練成績を確認した。個性は強いが皆高い能力を持っている。そして何よりこの軍に志願した強い思いを。僕が戦う理由は祖国ガリアを帝国の侵略から守るためだ。みんなそれぞれ守りたいもの、成し遂げたいことを抱えてここに立っているはずだ。だが何万何百万の連邦軍の中にあって、今の僕たちは命令通りに動く駒にしか過ぎない。だけど僕は駒で終わりたくない。帝国をこの手で、自分の意志で打ち倒したい。そのためには確固たる実績と信頼が必要だ。最前線で戦局を左右する場に立ち、自分の決断で戦略を決定する。
精鋭揃いのレンジャー部隊として認められればそれが可能になるんだ。バカげてるぜクロード。それがお前の考えた方法か。ラズ、お前にしては弱気だな。何？確かにこの隊には体力面、精神面で不安のある者もいる。だがそれは俺たちがいくらでもフォローできることだ。仲間をフォローしながらのレンジャー過程は自信がないか？なわけねえだろ。倒れたやつは背負ってでも完走してやるよ。なら決まりだ。決まりだな、オレス少尉。では早速だが、約束通りこれより模擬戦を行ってもらう。模擬戦？招待全員でレンジャー課程に挑戦する資格があるかどうか実力を試したいということなんだ。けガリア男の根性、舐めてもらっちゃ困るね。望むところだ、クロード。だが相手は気候レンジャー大隊の精鋭だ。相手にとって不足なしって、そんな奴らに勝てるわけねえだろ。レンジャー課程は遊びではない。招待全員で挑戦するという特例を認めるには相応の実績を示す必要がある。初陣の相手にしては手強いが、不可能を可能にしてやろうじゃないか。ああ、負ける気はない。 Okay, looks like we do have some combat. 先輩。 Okay. This is the combat training Ranger Corps trial run. Alright, we need to keep our minions to loss. He'll probably run on his own. Yes. Alright, so, Two turns passed. Alright, we need to complete this in 2 turns. Alright, we've got a scout. We need a... let's bring Zygar in. We need a... engineer. Let's just bring another scout. 先輩ならきっとやれるって信じてます。この戦いで僕の覚悟を見せる。行くぞみんな。まずは第一目標を制圧せよ。制限時間を超えればその時点で失格だ。では戦闘開始。全力で挑め。あいつらの面構え。うるせえ。お前に指図されたくねえんだよ。こっちは勝手にやるぜ。ラズのやつ、分かった。君の力は借りない。僕たちだけでもやってみせるさ。やってやる。 Yeah, he's going to handle things on his own, so we are good. We need to capture that.Let's just have a look. We've got 2 scouts, a shock troop. Let's just bring Claude in front first. Ooh, nice. Damage half.
take out the enemy. Yes, next. Alright, alright, let's get Kai to snipe that shock troop. Nice. Alright. We should be able to take down the other enemies now. The scout should be easy. Oh no! I failed to crouch. Never try. Alright, right. Let's bring Zyga. Alright, we can probably only take one down. Alright, Claude, you're up. Alright, he's down. Okay, we can need to capture that base. Go over. Capture. Nice. Very close call. Claude's about to die. いうだけのことはあるか。では次の試験に移る。今度はこの拠点が目標だ。さっきより守りが強固になっている。あれを突破しろというのか。やはり試験とは名ばかり。僕たちを合格させる気なんてないんだ。先輩。落ち着けクロード。部下が見ている前だぞ。 すまない。頭に血が上ってしまって、つい。こういう時こそ冷静にならなきゃいけないのに。分かったならいいさ。冷静になった目で周りをもう一度よく見てみろ。周りを。そうか、地形だ。この地形は利用できる。 なんだありゃ。どっちが隊長だかわかんねえっつーの。ふーん。士官学校での エリートにしちゃ素直で可愛いじゃないの。堅物には違いないけど、結構熱いし根性もありそうだね。うん。<笑> That's the next. Alright, next base. Oh no, there's a tank. Let me see. Can we? Yes, we can get a Lancer. Alright, okay. There's a tank there, but we can go around. So we use our engineer to scout around first. Let's give this a go, guys. Let's try and do this. Alright, nice. Oh, it's an engineer. You're weaker. Nice, we did it. Ooh, very nice, very nice. ここまでやるとはな。いいだろう。次が最後の拠点だ。これまでよりさらに防御は固い。どう攻めるか見せてもらうぞ。いい正体。ラズさん。 一人であんなところに。どうしたクロード、何を考え込んでいるんだ。ラズのいる位置、偶然かもしれないけど僕の理想通りの攻撃配置なんだ。あの位置からの攻撃とうまく連携すれば
相手がどんな精鋭だろうと必ず勝てる。ほう、だったらどうする？自分に従ってくれとラズに頭を下げるか？お前なら分かってやれるんじゃないか。あいつは昔から変わっちゃいない。あのラズという男は負けず嫌いで、向こう水で危なっかしい。それでいて仲間思いで、責任感が強い。そこまで分かっているなら何も言わない。ちくしょう、やつらが丸見えだってのに、さすがに一人で突っ込んでも勝ち目はねえ。援護がありゃ楽勝だってのによ。ラズ、弱って いきなりでけえ声で呼ぶんじゃねえ。この局面を突破するには君のその位置からの攻撃が必要だ。みんなの仲間たち全員の勝利のために君の力を貸してくれ。の後で僕を殴るなり好きにしていい。だからよし、いいか、みんな、ラズが突撃を開始したら全力で援護するんだ。厄介な機関銃と狙撃兵をラズが一人で片付けてくれる。行くぞ。おい、ちょっと待て、何勝手なこと言ってで、じゃあ分かったよ、やりゃいいんだろ、やりゃ。Rez. Alright, we can get used Rez now. Alright, that's the next location. Alright, the tank's gone. Let's get Rez then. I think he should be able to take down a few enemies. Line them up nicely. Oh, nope, he couldn't. Alright, that's fine. Okay, it's a good position. Alright, we're good. Very nice. Completed two objectives in one phase. Alright, let's get Rez. We definitely need to get rid of those machine guns first. Let's bring Zyga back to the front. Definitely need some firepower. Gonna get him to take out this scout. Even though it's a confirmed kill, I still would prefer to do a headshot, because there are times that you might miss. Alright, let's do this. No, it still wasn't enough to take out the other machine gun. Alright, that's fine. Okay, let's get Kai to the front. Let's see if he can snipe the enemy. Oh no, he can't. There's a wall there. Oh, maybe he can take out the machine gun. Nope. That's alright. Alright, let's finish this last machine gun. Let's bring Claude. Okay, come on. If you have a tank, we can break this fence actually. Oh! Alright, didn't expect them to
spot me so easily. Alright, let's bring Rebecca forward. And let's take down that scout together. No, they missed everything. Oh, but nice, she dodged the enemy. All right, let's just move forward. Quick one. There's a shock troop there. Let's try and bring Kai forward. Oh no. Oh no, everything's down. Alright, let's try and do this. Good, nice. There's only one scout. Oh no, oh, she's almost down. But yeah, we're done. Should be easy from here on out. Alright, let's end this game, this round with Claude. Nice. And this is how Squad E joins the Ranger Corps. よし、ここまで。試験は終了だ。これで誰も文句は言うまい。よっしゃ。やったぞみんな。僕たちならやれると信じていた。まったく。世話のかかる奴らだ。 Yep, we got an A. 3 turns. Nice. Alright guys, I think that is going to be it for today. I hope you enjoyed what you've seen. Seems like we've got a nice reward. It's probably just another medal. Oh no, it's a weapon. Yeah, all these things I'll do behind the scenes. And I'll let you guys know in the next episode. Alright guys, that is it. Hope you enjoyed what you've seen. And you know, if you're new, why not subscribe to the channel, as we'll be doing more Valkyrie Chronicles 4. And as always guys, stay safe and never give up on your dreams, and I'll see you in the next one. Bye everybody.